前回のあらすじ、アルトゥーラを探すため大穴を調査している藤くんたち。しかしいくら探してもアルトゥーラを見つけることはできず、ただただ時間だけが経過してしまう。果たしてアルトゥーラを見つけることはできるのか。強行化したモンスターはこっちにいた。でも大穴のモンスターはいなかった。ああそうやね、結局見つかへんかったな。ここにもいないのね。おらんよ。大穴の光とモンスターたちのつながりは何？え、アユリアわかんの？そんなこと、それのアユリアわかんの？そんな前に来た時よりも光の色が濃くなっている。モンスターたちは光に反応して暴れ回ってるみたいだ。なるほどね。偶然ね、私も同じことを思ってた。光の色とモンスターの凶暴性は共鳴しているかもしれない。アルトゥーラなんかさ、モンスターを操る力とか持ってんじゃない？大穴の光の色が変化するとヤバいってことだな。めちゃくちゃ簡単に言うとそうやな、ナビルーさん。めっちゃ簡単に言うとそうや。完全に変わってしまう前に大穴のモンスターとやらを見つけてやる。いやでもほんまに早く見つけな、ヤバそうやな。モンスターのことをよく見てるのね。めちゃめちゃこの子知ってるんよ、カイルさんね。詳しいからな。ハンターだからね。まあでもライダーにもなりそうやね、カエルやったら。話は終わりだ。ここを出るぞ。行きましょうか。私はここで。本当はあなたたちの力になりたいけど、町があるからな、アイリニアには守る。不安村を守れるのは私とヒョウガしかいないから。いやもうそれはもう守ってください。ああ、アユリアの気持ちだけもらっておくぜ。さあな。な、相棒。それとレウスのことだけど。またか。やっぱいや、どんどん弱ってきてんじゃん。やっぱり何か引っかかっているの。やっぱさっきも力使ったしな、どん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 弱ってってんじゃない？ええ、あなたのレウス、強行化したモンスターと戦うほど命の光が小さくなっていってるような気がする。これさ、ストーリー終わったらレウスと別れとかないよな。ちょ、やめてや。俺、え、マジ、え、それあるな。ま、やな、それ。強硬化したモンスターのせいで、レウスの寿命が縮んでるのか？強硬化したモンスターのせいというより、レウスが力が強すぎて抑えれてないんじゃない？この子は自分の力を抑えながら戦っている。抑えられた力によって、命が削られているように見えるの。あ、なるほどね。それムアテオラでも言ってたもんな。そんな。ただこの世界を救えるのはあなたのレウスだけかもしれない。だからこそ最後までこの子を守ってあげないと。なんかレウスの命削られてるって分かってんのにレウスって戦うの嫌やな。守る。ストーリー進めたくなくなるな。あなたならできると思う。すごい信頼。アユリア、いろいろとありがとうな。あ、助かりました。何も仲間絆が戦ってあくれへんかったけど、守ってくれるわ。おお、なんか名言きた。絆があなたとレウスを守るからみたいなさ。でもレウスなんかずっと上の空よな。ジャルマ高原の罠、あと一個最後の罠いきましょう。いやレウス大丈夫かな、マジで怖いな。ちょっとどっかの村戻って一回セーブしようか。よし、セーブして次の大穴の調査向かいましょう。マジであの陣容が装備に弱いやつ出てこいよ。そうしたらめっちゃ楽やのに、全部効果抜群で。俺今陣容装備しかないねんから、陣容が弱いやつ来て。あそこにいるのは、おー、久しぶりやな。懐かしい。名前なんやっけ、あのチャラそうなめっちゃいいやつやろ、兄貴的なさ。久しぶりやな。よ、お、お前らリベルトや。いいところに来たな。どうしたの？リベルトじゃないか。こんなところにいるなんて、まさかまた俺たちに依頼を押し付けるんじゃないだろうな。いや、そのパターンあるぞ。偶然だよ、偶然。これはそういうことやな。なんか言うぞ。お前はこいつら兄弟みたいよな。あの時のちびっこハンターか。似とるわ。何？何？お前たちが今一緒にいるってことは、まあそういうことだな。どういうことや。兄ちゃんはあれからどうしてたんだ？ああ、
お前たちが飛んでいった後、俺は砂漠に残されていた痕跡を調査しに行ったんだ。ほう、痕跡。どれだ？岩場で見ただろ、引っかき傷みたいなやつ。え、あったっけ、そんな。痕跡が全然覚えてないんだけど。全然覚えてないって、俺。奇妙って、ただ引っかいたような痕跡なんだろう。モンスターの縄張り争いでできた傷じゃないのか。リベルトもよく気づくからな、そういうの。強硬化モンスターが増えているからだ。多くのモンスターがそこに集中したんだろう。お、カイル、さすがやな。いや、絶対縄張り争いだって。お前に何がわかる。カイル強気やな。分かってねえな。両方違った。じゃあ何なんだよ。息合ってる。餌場でもなければ周りにモンスターが多くいるわけでもない。じゃあなんであんなところに妙な傷が残るんだと思う。人と人の争いや。あの悪い軍団がおるんちゃう。また暴れている。暴れている。暴走してんの。暴れてるって、もしかしてそれアルトゥーラなんじゃないか。アルトゥーラ、でかいモンスターがいるんすよ。大穴の底にいるモンスターのことだ。そいつを探しに大穴を回ってるってことさ。さあな。なおさら好都合だ。ちょうどやっぱ頼もうとしてたんや。やっぱ頼もうとしてたんや。まあまあ行くつもりやったからいいけどね。けど、あなたは何を？そう、頼むってことはその間なんかやることあるんやろ。帰って昼寝でもすっかな。相変わらずやな。それじゃ頼んだぞ。まあとか言いながらなんかしてくれてんね。絶対そう、絶対そうよ。そんなやつじゃないからな。分かってるよ俺は。じゃあ調査行きますか。リベルトが言ってた傷ってやっぱりアルトゥーラなのかな。となるとアルトゥーラはこの青案に。いや多分ここにはいいひんよね。なんかめちゃくちゃマジレスすると最初から3つできて、多分ここの大穴も最初から調査できたと思うんよ。多分ね、どの順番でも良かったと思うよね、本来は。その場合は、ここにはいいヒントことよね。まあ、もしかしたら上から順番にじゃないとできひんかったんかもしれない。最初からジャルマ高原来てたら、できひんかったんなら、まあ、アルトゥーラの可能性もあるか。あ、ここじゃないの大穴なんて。え、大穴これじゃないんかい。めっちゃ大穴やけど、これじゃないんか。あ、もう一個、こっち、右か？こっちか？光ってないけど。こっちかな？この先が大穴。アルトゥーラがいるかもしれない。強力な。ほんまに？なんかアルトゥーラってラスボスやと思うねんけど。こんな普通にラスボス戦になる？やばい色。めっちゃまがまがしいやん。え、見た今のやばくない？マジで青かったで。え、こんなスルーってラスボス戦来ると思わへんけどな。モンスターがいないな。本当だな、ついてるぜ。いや、お前やばいぞ、それは。突然出てくるかも。いや、ほんま、それはフラグじゃなくてほんまそうよ。なんて言ったって俺のヒゲが大丈夫って言ってるからな。で、ナビルーってそういうミスせえへんよな。なんか、うお、なんかおったぞ、でも今。ゲネポスかやったっけ、こいつ。なんやったっけ。呼んでる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 。で、強硬化してなさそうやな。なんだ、ゲネポスの群れじゃないか。ビビってどうしたぜ。大丈夫、ドスゲネポス来るよこれ。ほら、え、でもさ、このタイミングで戦うのゲネポスってマジでと思うけどな。あれ、ナビリューのヒゲって外れることあるんやな。油断はするな。行くぞ。オッケー。まさか普通にゲネポス戦になるとは。とりあえずパワーで行ってみよう。スピードか。じゃあテクニックやな。うん、今ひ待って待って、おいナビリュー、ちょっとマジか。これなんか来るな。これなんか来るんで、ドスゲネポスはさっさと倒しちゃおう。マジで。なんか来たらまずいな。
いやー強いの来るぞこれ。まずいな。まあボスゲネボスで終わるわけねえよな。絶対弱いもんこのボスゲネボス。OK ナイス。ほら来た、久しぶりに見たバーニング。うわこいつして爆弾のやつや。バゼルギウス久しぶりに見たな、やば。いやこれやばいぞ、バゼルギウスめちゃめちゃ強いやろ確か。やばい、早くドスゲネボス早く。おいお前トンズラするな。ナイス。うわあいつナイス。バゼルギウスはでも電気に弱い、それがよかった。今何攻撃してきた、履歴見れへんこれ、見れへんか。とりあえず、キャラライガークルス変えてみよう。行こう。イグニッションブレス、何それ。いや、いやラギアクルスがそんな状態になるか。うわパワーか攻撃スピードかないよなこれ。あ武器変えなか、武器変えなか、ミスった。ナイス、まずい。ナイス、いいねいいね。生命の粉塵で一回全体を回復しよう。エアレイドボム、やばい。ここからだ、任せろ。いやー、待って、みんな爆破やられ。いやありがたいって言ってる場合じゃない、帰る、勉強してる場合じゃない。これは爆破やられを回復せなあかん。爆破やられ回復。バゼルランディングって何ですか。ナイスナイスナイス、帰る、いいよ、いいね。ラギアクルスもいいね。いやーまずいまずいまずい。ナイス、怒り、バゼルギウスの怒りやばそう。おお、ラギアクルス耐えたな、よかったよかった。空に上がったら警戒、オッケー。お、カイルが絆出しようとしてる。わ、使えれへん、マジか、使いたかったのに。さっきまでスピードやったから。こっちもスピードにしてみるか、ほんならよし。こうテク、いやースピードでやってみるか、怖いよな。回復しとくか、ここは確実に、確実に行こう、回復しよう一回。よし、テクニックか、オッケーオッケー。じゃあ攻撃に変えなあかん、頼む、帰る、ナイス。いいね、効果が抜群っていうのがいい。パワーにここは変えよう。んでダブルアクションで、オッケー、いいねいいねいいね、効果は抜群やぞお前、ほらオッケー、いった。めっちゃ食らう、普通のテクニック攻撃めっちゃ食らう。ライドオンしとくか、いや必要ない気がするな、回復しよう。いやレイドボンまた来たぞ。それで爆破やられになるのがヤバすぎるマジで。ここは爆破やられ回復するべきよな多分。万能ワクチンってあるな、あ万能打ち消しの薬はカイルが使ってくれてるから、ここはおとなしく攻撃するか。出た、バゼルランディング。いや全体じゃなかった、全体回復するのか思ったカイルさん。まずいこれ、うわやばい、爆破やられが強すぎるマジで。これはどっちだ、怒ってないな。オッケー、ライズ X に変えて、オッケー、 V 破壊そろそろしたい、頼む、ナイス。
もう一回買おうや。出た、イグニッションブレス。ナイス、 V 破壊ナイス、いいよ。プラズマブラスターでいっそう。オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ。90、また爆破やられ。や、爆破やられ回復するのに一旦使うのはきついな。飛行対決って何、俺何すんの、俺何すんの。交互に入力、はい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 、オッケー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 、よし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 、いったれ、ナイス、オッケーオッケーオッケー。これ攻撃めっちゃしたいな。ライドするか、ライドしよう。回復せえへん、オッケー、回復した。ほんでこれでテクニックでしょう。いったれ、ナイス、オッケー、V 破壊。これまだ俺狙ってない、狙ってないから回復しとくか。帰る、頼む、絆と食べて。またやれ、ドームや、それ強すぎるマジで。ナイス、オッケー、これでたまった、ダブルアクションしよう。これいける、これ強いぞ。こっちもレベル3だし、これいいんじゃない、めっちゃ大ダメージだろ、効果抜群だし。頼む、いったれ、決めよう、これでいいね、いけ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 。結構効くんじゃないかこれ。2100、そうでもなかったかもしれない。よし、飛行状態は普通に技が来るんだろうな多分、だから攻撃しよう。これは腹部か、腹部弓にしとくか。カイロもずっと弓で攻撃してたしな。バズルランディング来たぞ。うわー、それ強いってマジで。疲れてんなあいつ。ここは確実に生命の粉塵を使おう。よし、ナイス、それが強い、カエル、ナイスナイスナイス。いやー、それ80、オッケーオッケー、まあまあまあ80なら大丈夫だ。怒り出した、ここだ、今度は攻撃に変えなあかんな、怒ったら攻撃に変える。よし、オッケーオッケー。ゲージ溜まってんのか、どうしようかな。あー、カエル狙われてんな、カイル狙われてるから、ここはカイルに爆破やられを予防するやつをつけとくと。予防までせんでええな、直す方にしよう。ナイス、ナイス、オッケーオッケー。2回こうだったな、そうや。ライドオンして回復するか。いや、ライドオン早いな。ここは回復薬使おう。出た、エアレイドバム。ちょっと、バゼルギウス強くね？全部強い技で、全部状態異常なんねんで。やばいって、それ、マジで。マジで、それ、やばい。飛んでるから、また強い技来るな。回復の粉。全員回復します。ここからだ。頼む、行け、帰る、もう俺回復しかしない、俺回復しかしないけど。ナイス、プラスター、プラスター、いいね。バズルランディング、出た出た出た、痛い痛い痛い、強い強い強い、それナイス。あぶねー、あぶねー、これライドオンするか。生命の風に使ってるから、俺も回復の粉で、いやー、さらに回復の粉でさらに回復します。追い回復、危ねかった、負けるとかだ、危ね、追い回復して、ブラザーブラザー、ナイス、いいね、大丈夫か、耐えろよ、ナイスナイスナイス。たまった、ライドオン、もう一回ダブル絆技、いけ、頼む、行ってくれ、いけ、行ったれ行ったれ、
ナイス。よっしゃこらー見たかこらー大穴の光が気になる。確かに、いやちょっとアイテム買わなあかんな。ちょっとアイテム使いすぎたわ。あーまじ強すぎるってマジで、もうほんま強い。もう毎回ギリギリ、もう生命の粉塵がもうおかげさまですって感じ。生命の粉塵ないとマジ勝てへん。ずーっと回復や。ここにもアルトゥーラはいないのか。まあおらへんよな。そうやと思うわ。大穴の光、不思議な色をしている。めっちゃ変わってきたな。青に近い紫ね。そうやな。その色の冷静な、まあ、何色かはそんな大切じゃない気がするけど。なんだっけ、どこかで聞いた気がする。いや、どっかで聞いた気がするで、その色の種類ぐらい聞いたことあるやろ。それ青く、あ、そういうこと。染まる前に、青く染まる前にやらなあかんみたいな歌だったっけ。そうか、歌だ。ヌアッテ村で聞いた歌と同じなんだ。どんな感じだったっけ。茜の空が青く染まる前に、歌の歌詞にそうあったの。じゃあマジで急がなあかんやん。伝説的には、もしかして歌の通りに光は青くなっていくんじゃないのか。青くなる前にやろ。時間がないことは分かった。すぐにここを出るぞ。そうやな。これもっと全世界の状況を伝えないと。さあヌアッテ村に戻りましょう。オッケー。全世界の人に協力してほしいよね。だって世界関わってんのに俺ら 2,3 人でやろうとしてるもんな。ちょっときついよね。ちょっと世界の人たちにも助けてもらいたいねんけど、ダメですか。ダメですかね。お、忘れとった。お前寝てるんちゃうんかい。強硬化したバゼルギウスが乱入してきたんだ。マジ強かったで。相棒とカイルの絆で勝利したけどな。絆っていうか生命の粉塵やな。もう生命の粉塵の影や。意外とやるな、小僧。チャラい、やっぱ小僧は、やっぱ小僧はな、気になるよな。兄ちゃんは寝てたのかよ。いや、まあ仕事してたやろ、さすがに。いや、妙なライダーたちのことを調べてきた。奴らはレウスを使ってよからぬことを企んでいるのかな。いや、それさ、なんか今までと情報変わってなくない。よからぬこと、目的はレウスじゃないのか。まあでも前回連れ去ってたんやから、まあなんか理由あるのは、なんか結構前から分かってた気がしますけど。奴らはレウスを何かに利用するつもりかもしれない。どん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 レウス弱っていってるから気をつけな。な、ちゃんと守らんとあかんわ。お、それから。もしかして情報はそれだけ。なんとなく分かってたことやもんな、これ。そうだぞ、これだけだぞ。情報が足りない。凄腕ハンターって噂は嘘。足りなさすぎるよね。なんだと。随分と生意気なお供だな。嫌いな。それじゃあ私たちはここで、また何か分かったらお願い。また教えてください。まあどうやって教えるか知らないですけど、手紙でもよこしてください。と、小僧。小僧小僧言ってるとまた喧嘩なんで。小僧じゃない、カイルだ。ほんまこの二人似てるよな、兄弟みたい。はいはい、カイルね。よかったな、仲間ができて。そう、一人やったもんな、ハンターに。まあ、裏切られたわけじゃないけど、なんか見捨てられたみたいな感じでさ、仲間できたやん。こう見えてこの二人、結構息が合ってるんだぜ。息合ってんのかな。俺がずっと生命の粉塵巻いて、こいつ連射してるだけやけどな。ライダーとハンターの絆か。いいな、この世界の希望って感じだな。絶対思ってないやろ。絶対思ってない。わかんないこと言ってんだ。俺もわかんないけどさ、こういうのもいいってことよ。でリベルトさんもハンターでしたよね。気をつけて行ってこいよ。ありがとう。いやー、次そろそろアルトゥーラ来るんかな。うん。オッケー。青く染まる前に巡る大穴から映えいずる光、変わる彩りはその根元にうごめく。最悪の躍動を表すかのように茜色は紫に、紫はいずれ青に染まり、それは明らかにヌアテの歌をなぞらえて青に染まる。その前に、なんやこのあらすじ。そっか、ヌアテ村に向かって報告しに行きましょう。じゃあついに物語も終盤ですね。そろそろ来るよな。お、イベント入った。え、ヌアテ村なんかやばい、大丈夫。うわ、あいつらおる。
え、やばくない？ネルギガンテ装備か、今思えば。邪悪すぎるな、これ。お前、一体何者なんだ？話がしたい。レドじゃない？その声は。やっぱり。君たちのレウスを渡してほしい。お前は違う、あいつが。やはりあなただったのね、ゼラード。そうや、ゼラードらんかったもんな。一ミリ隙もないやり手だな。いけすかないこと。レウスゼラードか。どうするつもり。あなたはとても鋭い感覚をお持ちです。しかしながら、今世界で起きようとしていることの本質を分かっていらっしゃらない。光は強さを増し、的を色まで変えようとしている。私にはアルトゥーラが世界を破滅に向かわせているようにしか見えない。アルトゥーラ？あなたが大いなるものと呼んでいるモンスターの名前よ。良い名前だ。本質の続きを話しましょう。やばい、めっちゃ面白い。世界は破滅に向かおうとしているのではない。大いなるものの目覚めによって新たな世界が始まろうとしている。それを終わりって言うんじゃない。すべてが終わりを迎え。終わってますやん。そしてすべて終わろうと向かうのではないって、終わってますやん。それ私は大いなるものを作る。一回終わりますやん。新たな世界を見てみたいのです。な、何言ってんだ。この世界が終わってもいいってのか。お前だって死んじまうかもしれないんだぞ。世界は滅びと誕生を繰り返し成り立つものだ。その流れから私たちだけ逃れることはできない。いやだ、俺は死にたくないね。レウスを渡してくれ。大いなるものを目覚めさせるにはレウスの力が必要だ。あなたは最初から知っていたのね。レウスが破滅を、そういうことやな。ないことも。破滅をもたらすモンスターなどいはしません。アルトゥーラやろ。モンスターはただその生を全うしようとしているだけなのです。まあ間違いないな。大いなるものも同じこと。レドはアルトゥーラを止めようとしていた。守りレウスがレウスを守っていたのもアルトゥーラを止めるためよ。そうやな。目覚めさせるわけにはいかない。そう、目覚めさせるわけにはいかない。レドは道半ばで行ってしまった。大いなるものの目覚めを知ることなく、レドが生きて真実を知ったとしても同じ道をたどっていたはずだ。お前に何がわかんねえ。私たちはレドが果たせなかったことをする。しよう。残念です、エナ様。あなたは私の考えを理解してくれると。理解できるか、お前。それやばい、メンヘラやぞ。だって命がけで俺たちを守ろうとしてくれてるんだ。俺も戦うぞ。一勝負始めるぞ。承知です。今から戦うの？大丈夫？大いなるものに立ち向かうというのか。お前は大いなるものじゃないだろ。お前には勝てるわ。なんや。おお、ジンオーガとディアブロス、モノブロス、あ、モノブロス。おおいおいおい。ちょっと敵が多いぞ。お前らなんかにレウスを叩くもんか。援護する。行け。ライドオンの時間だぜ。うわ、強そう。やば強そう。これ、まあ、勝てるよな、さすがに。やろう、やってやろう。愚かだと答えたはずです。 OK。 いや、どうしようかな。これどう攻撃すればいいかわからんもんな。とりあえずダブルアクションになるように狙うしかないよな。パワー攻撃やった、あいつら。ダブルアクションされた、逆に。やばい。あ、モノブロス雷に弱いからモノブロス狙おう。ジンオーガ行こう。モノブロスを狙ってくれ、頼む。あー、大丈夫か。よし、ナイス。オッケー。攻めろ攻めろ。突撃の方向って何それ。
全然聞いてない、全然聞いてない。俺の授業割は聞かないで、そんなものは。俺たち電気に強えからな。オッケーオッケー、もろもろ倒した、いいぞいいぞ。ナイス。ジオがいけるか、まだライドオンした、まずい。おい待て待て待て、まずいまずいまずい。ジオごめん、ナイス曲者、強い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 、ナイスナイスナイス、ライドオンや、行くぞジオが、絆技見したれ、絆技をカウンターできるもんか。よしナイス、いいぞ、オッケー、力比べ負けるかー、おーら、よっしゃ、やばい来るぞ、クロスハイボルト、技名言ってる、かっこいいな。大丈夫大丈夫、ここは俺たちお得意の生命の粉塵、絆の力だ、生命の粉塵が絆の力だ。ナイス曲者、いいね、よっしゃ倒した倒した倒した、一体終わり、オッケーオッケーオッケー、余裕だったな、まだおんの？ジンオウが足割れ、初めて見た、めっちゃかっこいい、ゼラードランな、そうやな、やばい、ナイスラギアクルス、ドラゴンオーバー、ジンオウが足はドラゴンタイプなんか、なんやねんそれ、かっこよすぎやろお前、こっちもジンオウガや、いけいけいけ、痛い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 、ユーフーザン、こいつらドラゴンバーや、大丈夫か、配信率ダウン状態、待ってジンオウガアッシュって電気に弱いやん、今なんか効果抜群やったよね、ジンオウガこいか、ここからだ、いやーこれ大事、耐えれるか、あージンオウガごめん、耐えて、ナイスナイスナイス、ジンオウガアッシュ電気に弱いな、狙ってこうだったらナイス、おらよっしゃ、オッケーオッケーオッケー、いやー陣容が頑張れ、ナイス、おいいよ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 、ナイスナイスナイス、曲者が強い、うわ強っ、陣容がやれるよな、やれるよな、陣容がまだ強い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 、雷神将で俺もスキル使っていくぜ、新雷山や、いけ、おら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 、よっしゃあと1ポイント、いけるいける、ナイス、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、よしナイス、カエルナイス、カエル強い、よし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 、カエルがやってくれましたね、いやカエルの曲者マジ強いな、全体攻撃、サラダバ、いない、ゼラード、どこへ、こいつらもう やばい、なんか企んでるぞこいつら、おお処したい、こいつら連行したれしたれ、みんな無事でよかった、あなたたちに知らせないといけないことがあって来たの、まだ知らせないといけないことがある、何これ以上何がある、
話はシュバルから聞いたわ。アルトゥーラが大穴の原因だということも。めっちゃ滑舌いいしかまへんな。さすが声優さん。アルトゥーラは今も成長を続けてる。絶対今の俺考えた。光が青色になったら世界は破滅してしまうかもしれないんだ。それまでに止めないとね。あなたたちを最初から信じていればこんなことにならずに済んだかもしれない。いやそんなことないって。いいよいいよそんな。ごめんなさい。お気になさらず。もういいんだリリア。それにリリアならいつか分かってくれるって信じてたぞ。ナビル。それで俺たちに知らせないといけないことがあるって何かあったのか。そうやな、そこ聞こう。所死体でアルトゥーラを調べて分かったことがあるの。めっちゃ仕事できるやん。アルトゥーラが誕生して住処にしていた場所よ。いやめっちゃ有益情報じゃないそれ。封印されていて誰も立ち入ることができないわ。めっちゃ有益やん。それはどこに。守りルースとこ。島よ。マハナ。絶対そうだと思った。そんな相棒。急いで帰ろう。心島まで一緒に行くわ。急ぎましょう。急ごう。ヌアテ村に報告とか言ったけど報告せずに結局行くことだな。いや絶対そうだと思った。あそこなんだろうなと思ったわ。え、なんか祭りしてません？なんか祭りしてません？そんなことしてる場合じゃないですよ今。そここは一番色が近いから不安になるような感じなんだろうな。あ、これあれか。安心安全を求めてなんかやってんのか。あれは何やあの飛行艇は。ゼラードか。見て。あ、違うわ、味方やった、よかった。あれはやばい。ついにラスボス感がある。いやーこれやばい。これは早くしないと。久しぶり、みんな帰ってきたよ。戻ったか。無事でよかった。久しぶりやな。村のみんなは無事か。ええ、無事は無事だけど。そのレウスはもしや。あの時の卵ですよ。そう、立派に成長したのね。なんか声優変わってない？あんな声だったっけ。村のみんなが祈りを捧げているのだ。どうかしました？いや、祭りに使われてたってことはなんか意味があるのかなと思う。ああ、なるほど。帰る。やっぱめっちゃ仕事できるな。確かにあの模様にもなんか意味があるかもしれへん。いや、やばすぎる。てかケツがエロかった今。ケツがケイラのケツが。あ、オクソ待った。モンスターが原因よ。アルトゥーラという名のモンスター。そのモンスターが生息していた場所。まさか村長知ってるんじゃない。箱の島で封印された。守りレウスの山に禁足地がある。この地一帯を滅ぼした凶暴なモンスターの伝説があってな。それだ。そのモンスターと共にその場所は封印されて禁足地となった。そこだ。やばい、ナビルート全く一緒だった。一言一句アルトゥーラの調査をしていた。まさかここにあったとはな。死体を予期していたのか。まさかリオルースが集まってきてるのでは。リオルース全員やられてまうから行ったらあかん。まずいぞ。やばいやばい、大丈夫。レウスがあの光に引き寄せられてきているんだわ。何なのあれは。怪奇現象でしかない。光に飲み込まれている。こんなことってどうなってしまうの。立派になったな主人公。かっこええ。挨拶がこれっていうのがあれやけど、やってることはめっちゃかっこいいよな。大勝負の予感です。お願いレウス、みんなを守って。うわ。
ついに物語が終盤となったのだな。うわあ、そうか、まあ、ここが最後の男女になるんか。茜の空が色を変じていく。その色は壮麗ではなく壮絶を伴う青。破滅の時を迫る青。思いもよらぬ光の源のありか噛んでしまった藤君は故郷箱炉にある貴族地を目指す。ということで、皆さん、最後までご視聴いただいてありがとうございました。いや、まさか、なんか最後の瞬間は箱の島かと思ったけど、思いもよらなかったね、今までは。まさか、箱の島に、アルトゥーラの住処があったとはっていう感じやけど、お、てか、ナビルーかわいいよ。お前そこおるんや。かわいいな。はい、ということで次回、おそらくアルトゥーラが、守りレウスの森にいると思うんで、次回は、アルトゥーラを倒して、もしかしたら最終回になるかもしれません。次回もよかったら、見てください。チャンネル登録、高評価よかったら、お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。他の動画を見てね。